先月開幕した第45回日本ハンドボールリーグは第3週目、豊田合成対トヨタ自動車東日本、12時スローオフでお伝えいたします。本日の会場は勝沼のぶどうでおなじみ、山梨県甲州市円山体育館よりお伝えいたします。東京オリンピックのフランス代表チームのホストタウン招致を目指しており、ハンドボール熱が非常に高まっております。本日は新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う観客レベルは2、山梨県にお住まいの400人のお客様を迎えての開催となります。それではここで放送席のご紹介です。本日の解説は枠長製薬 OB で2009年最優秀新人賞を受賞、日本代表やドイツでもプレーされました谷村亮太さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。谷村さんは今日は初めての解説ということで。そうですね、出だしからちょっと噛みましたね。佐藤さんから引き継ぎまして、はい、今日は僕が担当します、はい、佐藤さんの解説がすごい好調というか好評ですので、はい、ちょっとプレッシャーが強いんですけど分かりやすいように、はい、ハンドボールのルールをお伝えできたらなと思いますので、はいはい、ぜひともよろしくお願いします、はい、もしかしたら佐藤さんも後ろで見ているかもしれませんね。いや、そうですね、チラ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 ちょっと後ろ気にしながら、はい、はい、かしこまりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はもちろんプレーはもちろんなんですけども、ハンドボールのプレーの魅力をぜひお伝えいただければ幸いでございます。はい、頑張ります。はい、よろしくお願いいたします。豊田合成対トヨタ自動車東日本の一戦はこの後午後12時スローオフです。この放送は山梨県甲州市円山体育館よりお送りしております。この番組は ANA、 ヤマト運輸、インパル、駿河大学園、セレスポ、モルテン、ユニマットライフの提供でお送りいたします。するわ。ほらやっぱり来ると思ったのよ宅急便。そんなあなたに黒猫メンバーズ、お受け取り場所をお近くの駆動にすれば家で待つ必要はありません。便利かも。あなたでよかったと言われるように、選手に笑顔になってほしい。ハンドボールを豊かに。大正7年1918年、東京高等受験講習会として第一歩を踏み出し、雲大は愛情教育を理念に数多くの受験生の夢の実現を支えてきました。そしてこれからも時代の流れとともに歩みを進めながら、教育の新しい可能性を追求していきます。
感するわ。ほらやっぱり来ると思ったのよ宅急便。そんなあなたに黒猫メンバーズ、お受け取り場所をお近くの駆動にすれば家で待つ必要はありません。便利かも。あなたでよかったと言われるように、選手に笑顔になってほしい。ハンドボールを豊かに。大正7年、1918年、東京高等受験講習会として第一歩を踏み出し、駿大は愛情教育を理念に数多くの受験生の夢の実現を支えてきました。そしてこれからも時代の流れとともに歩みを進めながら教育の新しい可能性を追求していきます。さあここで第2週が終わった時点での順位表をここでご紹介いたしましょう。試合数が異なっているので暫定での順位となります。昨年の王者大崎電機がまず一つ抜け出しています。レギュラーシーズンは勝ち点制が争われ、勝利したチームが勝ち点2、引き分けのチームが勝ち点1、負けが0になります。そして上位4チームが来年3月駒沢体育館で行われるプレーオフに進出します。なお現在試合のない北陸電力なんですけれども、来週19日が初戦となります。それではここで試合のハイライト、まずはホームチーム豊田合成のハイライトを振り返りましょう。ハイライトをご覧いただきました。
先週9月5日に行われました大道即死高戦は31対31、引き分け。前半は17対17だったんです。でした。後半も14対14というスコアでした。ただ後半ですね、25対29と大きく離された段階で豊田剛生が追いつきました。この戦い、豊田剛生のどう振り返りますか？そうですね、まあ、大道特殊校も豊田剛生も今、4強と言われる日本ハンドボールリーグの中で上位の方に入るチームですので、お互いそのプライドと言いますか、負けられない戦いだったと思うんですけども、よく食らいついていったかなと思います。やっぱ点差を離されると気持ちがくじけることがあったりして、焦りとかが出てミスにつながったりするんですけど、そこをこういやいや1点ずつ1点ずつということでしっかり粘って粘って1点取って1点取って追いついて追いついてっていうのはチーム全体で統一できてたのが、あの結果につながったんじゃないかなというふうに僕は見てます。もう技術云々じゃなくて最後は気持ちの問題だった、ね、そうですね。メンタルはすごい技術に響いてきますので、あそこでこう、誰も逃げなかったといいますか、いつも通り落ち着いてやれたっていうのは、4強である理由なのかなと、そうとも考えています。はい、それでは今画面には豊田剛生の選手が一覧で紹介されています。谷村さん、注目の選手いらっしゃいますか？そうですね、個人的にはヨハン選手の、世界レベルのプレーが見れるかなと思ってたんですけど、今回もちょっと来れないということ で、 そうです、ね、こればっかりもちょっとどうしようもないのでしょうがないですよ ね、 そうですね。練習ベンチ見てても今ヨハン選手の姿は見当たりませんでした。はい、ね、すごい楽しみにしている方いっぱいいらっしゃると思いますので、早く参入していただきたいかなと思います。かしこまりました。それでは続いてトヨタ自動車レガロッソ、これまでのハイライトです。13番桑名、そして跳ね返り押し込みました。先ほど佐藤さんからもコメントが紹介されていました。東日本選手も注意した方がいいですね。玉井のシュート、ディスタンスシュートでした。東長山選手のことを言いましたが、この志田押し出しています。帰りを押し込まれはしましたが、ある程度余裕がある。中川、中川今日手元の集計では初得点。阿部、3点差にしました。これで後半30分が終了しました。13番桑名、そして跳ね返り押し込みました。先ほど佐藤さんからもコメントが紹介されていました。西山左に振って佐藤、サイドシュートです。21番の西山です。藤田、で堤選手も出てきました。はい、ハンドボールは選手の入れ替えが自由ですので随時様々な選手が入ってきます。つつみ、阿部、つつみ、佐藤、前がいた。いい攻撃ですね。はい、これで後半30分終了しました。試合終了です。一方対するトヨタ自動車東日本は前回は8月30日の試合ジークスター東京に28対31で敗れました。初戦のトヨタ防食九州戦で14点を取った中川選手が少し抑え込まれてしまいましたよね。そうですね、1試合14点というのはかなりこうすごいことですので、そうですよね、もう相手に完全にマークされてしまった形でしたね。はい、はい、そうですよね。中川選手の奮起にも今回は期待したいですね。そうですね、今日こそもう一度14点以上取ってくれたらすごい選手ですよね。そうですね。はい、画面には今トヨタ自動車東日本のメンバーが紹介されています。谷村さんの注目選手は？そうですね、10番の玉井選手は大学の後輩でして、あ、そうですか。負けん気の強さがピカイチの選手ですので、ぜひ今日も
ガツガツいってもらいたいかなと思います。あと個人的にあの21番の西山選手が僕と同郷で香川出身ですので、香川県出身で、はい、やっぱり同郷の選手は活躍してもらえると嬉しいですね。そうですよね、はいはい、じゃあこの後トヨタこの後の戦いにも注目いたしましょう。はい、まもなく会場では選手入場が行われます。まずは左側、トヨタ自動車東日本の選手からの紹介です。10番注目の玉井が出てきました。そうですね、彼はもうあのシュートフォームが速いと言いますか、ね、はい、腕の振りがものすごく速くてですね、はい、シャープなシュートですので、ぜひ彼のステップシュート今日何本出るかわからないですけど、はい、しっかり見てもらえたらなと思います。シュートぜひ注目してみてください、はい、そして東京の西山選手も出てきました。ぜひ頑張っていただきたいですね、はいはい、続きましては青いユニフォーム豊田合成の選手が入ってきます。豊田豪勢率いるのは田中茂監督、昨年までは豊田車体の監督を務めておりました。今シーズン就任1年目となります。日本代表や山陽商会でもプレーされました。やはりヨアン選手はいらっしゃらないですね。そうですね、残念ですね、早く見てみたいなと思います。ここまでトップスコアラーのチャオが出てきました。台湾代表、はい、チャオ選手は高さがやはり日本人離れしてますので、ね、あの落差があるシュートっていうのは本当に止めにくいと思うんですよね。というのは地元会社はものすごく励みになりますので、そうですね、僕も現役時代香川で、はい、あの試合を開催してくれたところだったんですけど、はい、応援が何て言うんですか、多いというかこう、はい、あ、自分の知ってる人たちの応援だって思うだけで、はい、やっぱり気持ちが上がってきますので、はいはい、今日は古谷選手が一味違うプレーを見せてくれるかもしれないですね。ここまで2得点を挙げています。フルヤ、今日はスコアを伸ばすことはできるのでしょうか。はい、両チームが挨拶を行います。まもなくスロープです。一旦ベンチに戻って、そしてコートにかけていきます。両チーム、というかその両チーム真ん中に集まって散らばって走っているチームもあったり、まあ、ご覧のようにベンチとコートを上下するチームもいろいろありますけれども、そうですね、チームの特色が出ると思います。こういうところはあの集まる場所もチームの真ん中に集まってみたりだとか、はい、コートの端っこだったりとか、はい、あとはまあベンチの中に集まったりというチームもあると思います。こう自分たちが試合に入るぞ、今から戦うぞっていうこうスイッチを入れるための儀式みたいなところもあると思いますので、これをやることで俺たちは今から戦うんだっていう気持ちになるっていうところ、側面がそれぞれのチームの特色を持って出てるんじゃないかなと思います、はい、今日はそれぞれ散らばった後同じような形のルーティーン、そしてコート中央でまとまりました。
先にトヨタ自動車東日本の選手が出ていきます。今コートにいるのは11番の梅木と6番の川端です。豊田剛成の選手も出てきました。握手を交わしていきます。ボールを持っているのは9番のチャオです。スローオフは東日本からですかね。トヨタ自動車東日本が攻めでゲームが開催される。そうですね、左から右にトヨタ自動車東日本、そして右から左にトヨタ剛成となります。ゲーム最初の一つ目のプレーっていうのは、はい、結構大事と言いますか、まあ、全部のプレーは大事ではあるんでしょうけど、この最初に自分たちの思い描いた形で綺麗にプレーが決まると、このゲームの運びがしやすくなるっていうところがありますので、はい、逆にトヨタ剛成はそれをさせない、守りきってやると、よし俺たちの流れで始まったぞっていうことになりますので、もうファーストプレーというのはすごい大事だと思います。はい、こちらが最初にゴールを決めるのか、ぜひ注目していきましょう。はい、試合は前後半30分ハーフ、ハーフタイムは15分です。選手の交代はいつでも可能となっているのがハンドボール。コート上には7人、6人のフィールドプレイヤーと1人のゴールキーパー。そうですね、あと戦術としてキーパーを下げてフィールドプレイヤーを7人にするということも、はい、できますので、はい、まあ、両チーム7人攻撃、はい、あるいは1人退場して2分間退場されているときに人員が少ないので、はい、キーパーを下げてフィールドプレイヤーを増やすっていう戦術も取れます。そうですね、つまりそういう、戦術的なところも見ていけたらなと思います。はい、はい、場内まもなくスローオフとなりそうです。あと1分でスローオフ。11番の梅木がボールを持ちます。その左に10番の玉井、19番の堤、今か今かと豊田自動車東日本の選手が待ち構えています。そして早くやりたいんでしょうね。そうでしょうね。待ち構える豊田剛成は守備の立ち位置、この確認を行っております。あと10秒でスローオフです。さあ笛が鳴りました。スローオフです。左から右にトヨタ自動車東日本が攻めていきます。まずは10番玉井を中心に攻撃を組み立てていきます。21番は西山、玉井から難しいですね、はい、梅木が回り込んで、西山、さあ玉井が突っ込んでいてシュート、ここはゴールキーパー止めます。ナイスディフェンスです。さあここは豊田剛成速攻決まっていきました。決めたのは21番の越尾キャプテンです。展開が早いですから面白いですね。これはそしてすぐにシュートを持ってきました。これは7メートルスローでしょうか。シュートのタイミングでプッシングがありましたかね。そうですね、チャオ選手がもう完全にシュートチャンスだという状態でシューターに手を出す押すっていう行為は全て罰則を取られます、はい、ですので今回はフリーでシュートが打てる状態でチャオ選手が押してしまったということでチャオ選手に退場、2分間の退場の罰則が与えられましたね、はい、
9番のチャオが2分間の退場、そして7メートルスローになります。投げるのは13番の桑名、決めてきました。1対1同点に追いつきました。13番の桑名キャプテン、さあ早くも2分間1人少なくなったトヨタ合成はゴールキーパーを下げました。そうですね、あのゴールがガラ空きというリスクはあるんですが、はい、あのしっかり6人で攻め切ってシュートまで持っていってその間に変わるということで数的不利をなくしたいと考えるんですね。そうですね、不用意なその取られ方というのは気をつけたいですね。そうです、あの簡単にミスして相手に上げてしまうともうゴールが誰もいませんので、ここは決めていきました。はい、21番の西山、今日2点目です。2対1合成なんで20番の選手でしたね。20番失礼いたしました、20番の藤村ですね。あ、出村さんですね。あ、出村さん失礼いたしました、大変失礼いたしました。合成の選手でした、はい、東日本は相手が1人少ないのでここは1点確実に取りたいところですね。そうですね、玉井がシュート狙ってきました。ナイス選手です。1人少ない相手だから点が取れるだろうというプレッシャーがあったりするので、はい、意外と5人を攻めるのって難しかったりするんですね。なるほど、はい、スペースができて当たり前でしょみたいな。あ、真ん中狙ってきました。21番の西山のゴールです。いいですね、決めてくれました。注目の西山選手、はい、同郷の選手が決めてくれました、ね、それ嬉しいですね、はい、さあスコアは2対2、前半2分30秒を過ぎました。ここは豊田剛成がボールを回していきます。17番甲州市出身の古谷、19番日本代表徳田、徳田が切り返してシュートを打っていった。10番の水町のゴール。水町選手は身体能力が高いので打点が高いですね、はい、そうですね、切り込んでからのシュートでした。そしてここはホールディング、ナイスです。はい、これはいいファールになります。ハンドボールは正面からの接触が許されています。あれをもっと追っかけてしまうと後ろからっていうので警告をもらったりするんですけど、はい、そうなる前に離したので上手に守りましたね。なるほど、はい、19番の堤から10番の玉井、1番の西山、堤、さあ早い攻撃だ、サイドを使っていく、シュート決まりました。14番の佐藤のゴールです。いいプレーでしたね。東日本はシューターが多いので、はい、ワンクロスっていうあの人が入れ替わるプレーをするとどうしてもディフェンスが真ん中に集まるんですよね、はい、でその時に速いパスで外に展開して確率が高いサイドシュートまで持っていくと空いたサイドをうまく生かしていくことですね、はい、狙い通りに攻めれたんじゃないかなと思います、はい、さあチャオが入ってくる、そして今度もサイドです。これは当たりました。豊田剛成ボールです。ナイスキーピングですね、はい、ゴールキーパーは12番の関口です。関口選手は、はい、入りましたね。関口選手はあの今現役のキーパーの中で、はい、セーブ数が一番多いので、はい、安定感を見せます、はい、ベテラン34歳です。さあ10番水町から、勝負どころをしっかり分かっているセービングされる方です。なるほど、そして水町のシュート、急でと逆の方向にボール飛んできましたね。いいですね、はい、ああいうシュートは本当にキーパー取りにくいんですよ、はい、体が流れた方にどうしてもキーパーの体がつられちゃうので、はい、なかなか打つのが難しいシュートですけど水町選手は上手に遠目を打ちましたね。水町の逆を突き素晴らしいシュートがありました、はい、前半5分が経ちました。5対3、豊田剛成がリードです。ここは速い攻撃で外左右サイドを使っていった、キーパー止めた、ゴールキーパー中村のセービング、ね、東日本は少し外を使いたいイメージなんでしょうかね、はい、あのサイドに飛ばすプレーが
この開始5分でもう2本ぐらい出てますの で、 そうです、ね、外を使うというイメージがあるのかもしれないです。さあチャオが入ってくる。チャオは押された。水町俺も水町だ。水町選手が乗ってますね今日は。乗ってますね。もう今日手元の集計で3点目です。そしてこちらも決めていきます。豊田東日本6番の川端のゴール、今日初めての得点です。ここはゆっくりと豊田剛成が相手陣内に攻め入ってきます。9番の茶尾、17番の古谷、3得点を挙げています水町です。ゲームメイク少し攻めあぐねているか。ここからテンポアップしてくると思います。ああそのおっしゃる通りテンポ上がってきましたが、ここはディフェンスがボールを蹴ってしまいましたね。はい、相手ボールです。相手ボールですね。あ、合成ボール、合成ボール、キックボール、ハンドボールでは足でボールを扱っているのはキーパーだけです。サイド、これはシュート入りました。ナイスシュートですね。21番の星を今日3点目です。失礼、2点目です。2点目です。さあリードを3点に広げられてしまいましたトヨタ自動車東日本。お互いとも狙った通りのオフェンスが今できてますので、はい、まあ、キーパーに阻まれている東日本とミスがありましたね。これはトヨタ合成ボールになります。9番のシャオ、ここは人が少ないぞ、かわしてシュート、これは認められました。23番の橋本、強いですね橋本選手は。もうラグビー選手かというような体をしてますね。そしてタイムアウト取りました。これはトヨタ東日本のタイムアウト取りました。タイムアウトは1試合で最高3回まで、前後半それぞれ2回まで取ることができます。さあ谷村さん、ここまで振り返ってみていかがですか。そうですね、ちょっと東日本最後のミスもそうなんですけど、はい、シュートミス合わせて2回か3回ぐらいしてますので、はい、攻撃が成功してるだけに少しもったいないところがありますね。サイドの攻撃はうまく活用できてます、ね、はい、あれが、まあ、タラレバの話ですけど、あれのミスがなければこの点差にはなってなかったかなと今、まあ、ですので中川監督はちょっとその、はい、浮き足立ってるじゃないですけど、選手たちをちょっと落ち着かせて、攻撃は成功してるんだから焦る必要はないというようなことを伝えているんじゃないかなと僕は考えます。なるほど。さあここで中川監督がうまく落ち着かせて東日本が追いつくことができるのか、片やこのままリードを広げることができるのか。豊田剛成、タイムアウト明けのオフェンスは見ものです。はい、しっかりタクティクスをこう組めるので。なるほど。戦術をファインセーブですね。はい、素晴らしいセーブが出ました。12番中村、さあ豊田剛成攻めていきます。乗り乗って、さあチャオの打点高いぞ。ここはディフェンス、いいファウルになりました。はい、豊田剛成ボールです。しっかり2人で挟み込んで守りましたので、はい、ナイスディフェンスです。クリアから、さあ後ろからチャオが来たぞ。ここもファウルです。豊田剛成ボール、シュート打つの難しいなというタイミングではきっちりファウル取ってきますね。そうですね、やはりチャオ選手は注目されているプレイヤーですので、はい、やはり東日本としても楽にプレーさせないぞっていうのはしっかりミーティングで話を詰めてきているんだと思います。はい、まだチャオここまで得点はありません。はい、さあトヨタ東日本、先ほどのタイムアウトでことができたかどうか、ここで1点は欲しいところですね。そうですね、一番西山、玉井がこの位置にいるぞ。
内山が中央にいます。梅木から堤、堤から玉井、あーとボールインターセプトされた。このままシュートまで行きました。20番の井出村、井出村選手ナイスカットですね、はい、素晴らしいインターセプトを見せました。特に今サイドのへのパスを防ぎましたからね、はい、今東日本の選手がロングシュートをちょっと立て続けにセーブされているので、はい、ロングシュートではなくて1対1で横にずらそうとするプレーが今増えているんですね。それを逆手に取って、今のカットもそうですね。そうですね、あれを逆手、あとちょっとここはと今のはマイボールじゃないかっていうのが 両チーム主張してます。審判がどう判断するんですか。少しライン上でしたから微妙な判定かもしれません、ね、あのカットした後のボールが相手の選手の足に当たってから出たか、はい、カットした時に出てたかっていう判断ですが、はい、相手の足に当たって出たということで合成ボールですね。そうですね、合成ボールになります。今のカットもそうなんですけど、はい、少しこうボールの流れが横横になっているときにああいう風にカットっていうのがすごい有効なんですよね。法政の選手が東日本の攻めをよく見て、はい、逆手に取って守れているところだと思います。得意のサイドの攻撃をうまく潰しているということですね、はい、タウが距離を取って2番デムラ中に入っていった。これサイドがあるぞ、シュート入りました。素晴らしいですね。体勢を崩してもよくキーパーを見て打ってましたね、はい、倒れ込みながらもシュート打ってきました。でここは東日本もう1点、おっとナイスプレーです。決まりましたね。21番西山のゴールです。今日2点目。そして構成6番の上田選手が2分間退場になります。シュートの際に横から押したということで、はい、先ほどはシュートが入らなかったのでペナルティースロー7メートルスローになりましたけど、はい、今回はシュートが入りましたので罰則退場だけということになります、はい、さあ1人少なくなった豊田剛生、キーパーを下げています。2分間退場の間に東日本は少し追いつきたいところですね。そうですね、はい、今5点差になっています。シャオから水町、デムラ、水町、少し後ろから決まりました。水町今日4点目。いいシュートでしたね。ディフェンスの枝と枝の間をつく、はい、後ろからでも躊躇なく打ってきますね。さあこれもインターセプトになりました。パスを交換して決め、いやこれはポストに当たりました。入っていません。キーパーのプレッシャーが勝ちましたね。そうですね、はい、キーパーが関口選手から変わってますね。変わってますね。16番の西出選手に変わっています。ここはポストに阻まれて豊田剛生ゴールなりませんでした。裏を返っていくが、ここはそうですね、これはもったいない。うまくつなぐことができませんでした。トヨタ自動車東日本サイドの選手がもうノーマークでしたので、はい、そこは丁寧にパスをつなぎたいところだったんですが、もったいないですね。さあそしてトヨタ剛生は選手を変えてきます。8番の津波子が出てきました。10番の水町を下げましたね。そうですね、構成は選手層が厚いと言いますか、ベンチのキャラと言いますかね、タレントが多いので、はい、交代させながら選手を疲弊させないようにっていう作戦、戦略が取れるのが特徴ですね。そうですね、今6点リードしていますからね、無理にここ使うよりも少し温存して、はい、大事な場面でもう一回行くぞというような。そうですね、先日の大道戦でもチャオが試合途中はスッキリ下がっていた時間もありました、はい、
21番の西山、今度は右手で狙っていく、キーパーナイスセーブ、ゴールキーパー中村素晴らしいセーブです。さあ途中から入った津波子、17番のデムラ、ここは後ろからチャオ、上から残しを、東日本はよく守りましたね。今ねちょっと崩されてたので、はい、危ないかなというシーンでしたけど、ここは豊田合成ボールになります。ポストプレーヤーを引っ張って守ったということで、はい、東日本の方がファウルをしたということで合成のボールに戻ります。17番のフルヤ、地元甲州市の出身です。少し後ろに下がってチャオ、コシオ流れた、でチャオが狙えません。もう1回いきますが、これはファール、チャージングですね。これはオフェンスファールになります。しかし合成ももう取られたらすぐにさっと戻りますよね。そうですね、東日本はあの展開が早いチームですので、はい、ちょっとミスしたからっていうのでこう油断してるとすぐ速攻で点を取りに来る、そこは警戒しっかりしてると思います。現在的にはしっかりしています。豊田剛生、ここはその前にオフェンスファール、オーバーですね。オーバーですね、はい、インクロスです。ハンドボールは3歩までしか歩けませんので、はい、1歩2歩歩きすぎたかということです。オーバーステップでオフェンスファールになりました、はい、取られましたね。さあ9番のチャオがゆっくりとボールを回していきます。さあチャオが中に入ってきた、7番のクリア一旦戻ります。クリア中に切り込んで、チャオがフリーだぞ、シュートは止めました。マークが厚いですね。チャオ選手が楽に、全然楽にプレーできないです。相当もう分析してきてますね、はい、ここはファールです。東日本ボール、お互いディフェンスであの、はい、相手のオフェンスの良さを潰すことを徹底してできてますので、はい、おー、ナイスキーパーです。右足一本防ぎました、ゴールキーパー中村。こういうところで今点差がちょっと出てきてるかなっていう感じですよね。あのノーマークができた時のシュートを決めきるのか、ああいう風にキーパーに阻まれるのか、その差が今ちょっと点差に現れてるんじゃないかなと思います。今もう完全にシュートコースがら空きでしたもんね、はい、今のは1点欲しいところでしたね。シュートできた、これも止めました。そしてこれは東日本ボールです、はい、6メートルの中にあるボールを合成の選手が触ったということで、はい、ラインクロスですね。ラインクロスですね、はい、ゴールラインの中にはゴールキーパーしか入っちゃいけません。ハンドボールです。これもディフェンスファウルです。ここはトヨタ自動車東日本時間作れてますね。そうですね、しっかり時間をかけて1点取りたいところであるんですけど、合成もそうはさせじと、サイドのループシュート決まりました。よく決めましたね。今角度がほとんどなかったので、はい、打つコースがなかったように思うんですけど、ここしかないというところでしたね、はい、6番見事なシュートでした、はい、6番の川端今日2点目、そしてここでタイムアウトです。合成サイドのタイムアウトですね。そうですね、ここは11対6、前半17分、豊田剛成がタイムアウトを取りました。これはどういう意図で取ったと考えられますか。そうですね、ちょっと2本ぐらいオフェンスが成功してなかったので、はい、まあ、流れの確認と、あとはまあ点差があるということをもう一度
考え直してですね、はい、焦る必要もないところですので、はい、しっかり戦術の確認をして自分たちがやるべきことをやろうというふうに合わせたんじゃないかなと僕は思います。はい、前半17分33秒で11対6、豊田剛生が5点リードして試合再開です。チャオ選手が下がって徳田選手が入りましたね。そして5番の森選手も入っています。さあ日本代表の徳田が入ってきました。8番の津箱、徳田、ここはファウルで取ります。とオーバーステップを取られました、ね、はい、これはオフェンスファウルになりました。徳田選手はオープニングの時に玉井選手のシュートの腕の振りが速いという話をしましたけど、はい、徳田選手もものすごく速いんですよね、はい、でだいたいハンドボールの選手テイクバックをして投げるというのを教わるんですけど、徳田選手はテイクバックをほとんどしないので、はい、腕の振りの速さとタイミングのずらし方はさすが世界で戦ってきた選手という感じですね。ゴールキーパーもタイミングが取りにくいですよね。はい、ぜひそういうところも注目して見ていただいて、はい、その徳田です。切り返した徳田シュート、これはディフェンスファウルです。防衛ボール、今も一つフェイントを入れたシュートですね。はい、そうですね。徳田選手も負けん気も強いのでなるほど、はい、自分で行くぞ自分で行くぞっていう、ああいうところをこう闘志といいますか、はい、グイグイ行く選手ですので。この徳田です。徳田がクリア、受け身になると負けちゃいます。ナイスプレー、これもバウンドしたシュートがゴールの上に外れました。さあ東日本、ここで得点を入れておきたい。切り返したサイドを使った川本、いい展開でした ね、 そうですね。早い展開からサイドディフェンスがいないところにサイドシュートがフリーで打てるように展開してたので、展開が増えていくと東日本のリズムにどん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 なっていくと思います。どうせは逆にああいうことをさせちゃいけないということですね。今のはトヨタ東日本が得意の形が出ましたね。そうですね、はい、来るか、徳田が狙ってきた、早いですね飛んでからリリースまでが早いので、キーパーがあって思ったらもう手元にボールが来てるんですよね。思わず谷村さんからも笑みがこぼれました羨ましいんですよ前半が20分33秒となりました。12対7で豊田剛生がリードしています。さあ東日本ボールで再開です。東日本は本当に1点ずつなんですけど詰めていきたいところですね。このままずるずるいくと後半の展開がしんどくなりますので、サイド待ち構えていた川端、中入れていく、そして逆サイド、これは止めました。ナイスキーです。さあ豊田剛生チャンスになります。チャオが戻ってきています。チャオがかいくぐってシュート止めました。これは2分間退場になります。退場ですね、はい、後ろから引っ張ったということでディフェンスの罰則です。11番の梅木、2人退場になりましたかね。これ1人だけじゃないですかね。今ボードには電光掲示板の方でちょっと、あ、1人ですね、はい、11番の梅木選手が、はい、梅木が退場です。チャオ選手が大きいの で、 そうです、ね、歩幅も大きいんですよね。なるほど、はい、ですので横に大きく動かれるとどうしても手だけで追っかけているように審判に見えちゃうんですね。あ、そのままグリッと回されるともう後ろから引っ張っただろうっていう風に取られちゃうので、
大きい選手というのはああいうところをうまく使ってくるんですよね。なるほど、はい、そのファールの取り方取られ方というのも少し変わってますね。そうですね、選手それぞれファールを取るのがうまい選手、はい、取られないのがうまい選手っていろいろ特徴ありますので、はい、そこも見ていけると楽しいかなと思います。さあ後ろから徳田、逆サイドを使う、決まりました。8番の津波、今日初めてのゴールです。津波選手のシュートも上手でしたね、はい、しっかり時間を使ってキーパーを見て打ってましたね。その前の徳田選手もよく見てましたね。素晴らしいですね、はい、あそこが空いてるっていうアイディアと視野と正確なパスと、さすがですね。ここもう日本代表に選ばれるゆえんというところですね、はい、これも一歩多かったですね。オーバーステップです。オーバーステップです。さあチャンスになるシュートが、これは上越えていきました。外れます。7人攻撃のリスクはあそこにあるんですよね。ちょっと思いがけないミスで相手ボールになるとキーパーが間に合わない、まあ、今回はちょっと得点にはならなかったですけどね。諸刃の剣というかリスクを背負って点を取りに行くというのが7人攻撃かなと思います。再び豊田東日本7人攻撃です。ここは倒されて豊田東日本ボールです。さあ残り30秒ほどで11番の梅木の退場が明けます。退場の時はああいう風にフリースローを取って時間を稼ぐというのも戦術の一つですので、はい、こうあともうちょっとだなって思ったら攻めるんですけどフリースローをしっかり取るというのが戦術です。ナイスシュートでした。ナイスシュートですね。決まりました。14番の佐藤のシュートでした。逆サイド使っていく、少しここからボールが擦れました。徳田です。さあ水町が戻ってきています。戻ってきました。シュート、これは止めました。外に流れます。東日本の選手が出したので合成ボールですね。そうですね、合成は、ね、東日本が退場が明けましたので6人戻りましたね。11番の梅木の退場が明けました。ここは中央10番の水町を中心に攻撃を組み立てていきます。橋本も戻ってきています。後ろから徳田のシュート、これは外れます。いいクロス、いいタイミングのシュートだったんですけどね、はい、もう少しコースがちょっと外逃げましたね。ちょっとボールの様子を確認しながら豊田東日本ボールを回していきます。体育館が暑いので汗がついちゃうんですよね。あー、なるほど、はい、で選手の皆さん松ヤニをつけて滑り止めにしてボールを使うんですけど、はい、つけていても気になるような気になる、ね、シュート体勢に入ってからぶつかったということで7メートルスローですね。ディフェンスの選手に対する罰則は今回はなかったですね。はい、タイムがかかります。ボール変えますね。変えますね。いや、相当暑いんだと思います。はい、甲州市沿岸体育館、外は少し涼しいんですけれども、中はムシムシしています。投げるのは10番の玉井ですね。玉井選手ですね。はい、ゴールキーパー12番中村、入りました。玉井のゴールです。上手に股下を抜きましたね、はい、谷村さんは7メートルスローはよく、いや僕は7メートルスローは苦手だったので、そうなんですね、はい、なるほど。その7メートルスローもそうなんですけど、やっぱシュートの得て増えてっていうのはいろいろ選手個人によって特徴が出てきますので、はい、セーブです。12番ベテランの関口、佐藤ちょっと詰めてしまった。これも今先に佐藤が滑ったようにも見えましたが、そうですね、
ディフェンスが押したから滑ったという判断になったんですかね。ちょっと自分でこけたようにも見えましたけど。そうですよね。ハンドボールは展開が早いので、はい、とっさの判断というのが難しいという側面はどうしてもあるんですけど、はい、合成性の選手からしたらちょっと納得がいかないようなプレーだったかもしれないですね。はい、ボールはトヨタ東日本ボールです。後ろからこれはチャオが止めていきます。同じような位置からトヨタ東日本ボール。さあ前半も25分を超えました。13対9で豊田合成がリードです。隅のパスを受けてこれは中入っ、いや、これもポストプレイヤーに対して後ろから引っ張ったということで橋本選手が退場ですね。23番の橋本が2分間の退場です。はい、でシュートチャンスでしたので7メートルスローが与えられると、はい、今日は7メートルスロー多いですね。多いですね。東日本の、クロスですね、はい、右側のクロスがすごくよく効いてますね。そのクロス自体でシュートにはいけてないんですけど、はい、ワンクロスすることでディフェンスに段差ができて密集ができて手薄になるところが絶対出てくるっていうのはすごいよく効いてるように思います。13番の桑名が一つフェイントを入れてシュートを決めました。これで3点差になります。トヨタは選手、トヨタ合成は選手を変えてきます。2番の山口が入ってきました。またキーパーが抜けてますので、はい、ボールがガラ空きな状態での攻めになります。はい、23番の橋本が退場しています。あと1分30秒ほどです。東日本はここで点を上げたくないですね。今追い上げムードになっているのはどちらかというと東日本ですね。東日本ですね。もうその流れを止めるかのように徳田が決めていきました。これタイムアウトはトヨタ東日本。あ、違いますね。これは不正入場ですかね。これで一人退場になります。はい、もう一人退場になりました。6番の上田が退場になりました。不正入場ですね。はい、8人以上コートに入ってしまうと2分間の退場とフリースローが与えられます。はい、そうです。シュートが決まりました。シュートです。19番の堤です。4人で攻めないといけないというのでかなりきついですね。かなりハンデにはなるんですよね。ここはキーパーも下げています。水町、チャオ、徳田といったポイントゲッター3人を一気に出してきました豊田合成。チャオ選手を入れているのはおそらくディフェンスを交代させている余裕がないというか時間の余裕がないので入れたのかなと思って、はい、下がりました。ゴールキーパー戻ります。その間に合成の攻撃外れます。これは19番徳田のシュート。いいチャンスまで持っていけたんですけどね。あそこのシュートが入ってれば。あとミスが出ました。ちょっと右サイドのパスミスがちょっと目立ちますね。目立ちますね。あそこの展開、ね、東日本が狙いどころだと考えてやってると思うんですけど最後の最後のミスちょっともったいないですね。右サイドにいた川端は今日3点を決めています。川端選手は気持ちよく打てると決定率が高い選手ですので、はい、その前のパスもしくはそのパスをする選手につなぐところがちょっと余裕がないとパスがきれいに通らないということもありえますので、はい、東日本は修正していきたいところですね。
水増し体勢を崩されてこれはディフェンスファール。しっかり守りました、はい、手が上がっているのでパスが6回までパッシブの横歩が出ました。その間に決めていきました14番の田中です。田中選手は昨シーズンまで、トヨタ紡織でプレーしてまして今回移籍して同棲に入った選手ですね、はい、田中を移籍して3点目のゴールになりました。玉井から田中にこれはなんか入ってしまいましたがこれはシュートに入る前にディフェンスのファールがあったということでフリースローですね。東日本ボールのフリースローになります、はい、玉井これはパスがつながらないインターセプトになった豊田豪勢のチャンス。シャオから23番橋本フェイントを入れてシュート。取り返しにそして前半終了。もったいないですね最後のミス。そうですね最後も速攻でシュートは外れてしまいました。16対11豊田豪勢が5点リードした段階で15分間のハーフタイムに入ります。ちょっと東日本に最後の最後のシュートを打たすよっていうところでのミスが目立ってますので、はい、そこまで持っていけてるということはそこのパスさえ通ればもしかしたら 点差が変わってるかもしれないって考えると後半どう修正できるかというところが課題になるかなと思います。後半はかなり前半こそ豊田豪勢が連続得点で水町選手だったり橋本選手だったり得点が多かったんですけれども、はい、後半は得点こそなかなか縮まらなかったですけれども、そうですね、勢い的には東日本はありましたよね、はい、東日本の追い上げムードだったと思うので後半どうだけ修正してくるか、はい、豊田豪勢は修正してきた東日本に対してどれだけ自分たちのプレーを貫き通せるかというところですかね。先ほど古谷選手が持っていた花束なんですけれども観客席に戻されましたご両親ですかね。そうでしょうね、はい、さあ第45回ハンドボールリーグ男子豊田豪勢対豊田自動車東日本前半終了して16対11豊田豪勢がリードしています。
嫌な予感するわ。ほらやっぱり来ると思ったのよ宅急便。そんなあなたに黒猫メンバーズ、お受け取り場所をお近くの駆動にすれば家で待つ必要はありません。便利かも。あなたでよかったと言われるように、選手に笑顔になってほしい。ハンドボールを豊かに。大正7年1918年東京高等受験講習会として第一歩を踏み出し、駿台は愛情教育を理念に数多くの受験生の夢の実現を支えてきました。そしてこれからも時代の流れとともに歩みを進めながら教育の新しい可能性を追求していきます。するわ。ほらやっぱり来ると思ったのよ宅急便。そんなあなたに黒猫メンバーズ、お受け取り場所をお近くの駆動にすれば家で待つ必要はありません。便利かも。あなたでよかったと言われるように、選手に笑顔になってほしい。ハンドボールを豊かに。大正7年1918年東京高等受験講習会として第一歩を踏み出し、駿台は愛情教育を理念に数多くの受験生の夢の実現を支えてきました。そしてこれからも時代の流れとともに歩みを進めながら教育の新しい可能性を追求していきます。第45回日本ハンドボールリーグ男子、豊田合成対トヨタ自動車東日本の模様を山梨県甲州市の甲州市円山体育館からお送りしております。解説には枠長製薬 OB の谷村亮太さんです。今日は今この上から中継を行っているんですけれども、かなりハンドボールをやっている少年少女の子たちがかなり訪れてますね。そうですね。
あの自分がハンドボール始めたのが中学校からだったんですけど、はい、結構全国各地で小学生のハンドボーラーって、まあ、こんなにいるんだなって現役時代に驚かされたことがあるんです、はい。で、まあ、小学校の時からハンドボールに慣れ親しんで、まあ、中学、高校、大学でゆくゆくは実業団にっていう風に上がっていってもらえるとすごい嬉しいことなので、こういう風に小学生を招待して試合を見てもらえるっていうのは本当にありがたいことだなと思います。10年後、20年後、もしかしたらこのコートで誰か どんな選手がいる、このユニフォームを着ているかもしれません。そうですね、はい、ぜひ期待したいですね、そうなってくれることを、はいはい。それではですね、ここまで、改めてスコアを振り返りますと、前半終わって16対11、トヨタ合成がトヨタ自動車東日本を5点リードして前半を終えています。改めて、まずリードしているトヨタ合成、良かった点どういったところにありましたでしょうか。トヨタ合成は最初の方にですね、東日本のオフェンスを2本ぐらいパスカットして速攻につなげたと思うんですけど、はい、相手のオフェンスのやりたいことを逆手に取って、こちらの点にしかも簡単にワンマン速攻でもらえる点をもらっているので、はい、あれでリズムに乗りましたね。もう、はい、ああいうことをされちゃうと攻める方はミスの印象が強くなるので、ちょっと尻込みするわけではないですけど、警戒しなきゃいけない情報が増えるとどうしても鈍ることが多いので、合成はそこをその状況をよく最初に先に作り出して試合を有利に運べているかなと思います。相手の良さをうまく消すことができたっていうのが今のリードになりますね、はい、そうですね。一方のリードを許しているトヨタ自動車東日本、追いつくため、逆転するために必要なことっていうのはどういうことだと思いますか。ひとまずミスを最終的にミスで終わってしまうということをなくさないと、はい、点に結びつかないというか、はい、シュートまで持っていけない状態になってしまうので、はい、そこは、まあ、選手たちはもう痛いほど分かっていると思うので改善はしてくると思います、はい。その上であとは合成が前半やったような、はい、合成がやろうとしていることを逆手にとってやらせない、はい、やったら間違いだったっていうふうにこうちょっと思わせるようなディフェンスができてくるとガラッと変わってくるかなと思います。やられたらやり返すことが、ね、そうですね、はいはい。まだそれから中川選手がトヨタ自動車東日本出てきてませんね。そうですね、すごい頑張ってくれてたんで、はい、もしかしたら実況が聞こえてたのかなと思ったんですけど、から右にトヨタ合成、右から左にトヨタ自動車東日本が攻めていきます。ゲームスタートの時にもちょっと言いましたけど、はい、やっぱり開始のファーストプレーというのはすごい大事なので、合成の選手たちがどういうプレーをして点を取りに行くか、東日本がどういうふうに守るかというのはちょっと注目したいところですね。ハーフタイムで前半と流れがガラッと変わるということはもう本当によくあることなので、ここのプレーで合成が前半の流れのままいけるのか、東日本がひっくり返すのかというのは結構決まってくるところもあるんじゃないかなと思います。さあ後半が始まりました。チームともあんまり大きくメンバーを変えてきてないんですね。ナイスフェイントです。決まりました。これは17番地元出身の古谷が決めました。古谷選手はフェイントが早いので、はい、合成の選手がうまく使ってますよね、はい、古谷選手が1対1を行くところにディフェンスがあまり集まらないように他の選手が動いているので、古谷選手は思い切り1対1が行けると良さを生かす戦術を取っているように見えます。
そして川端のシュート、これが今日決まるんです。はい、普通に考えたら右利き の、 あの逆サイドの選手なのでシュートって難しいんですよね。角度はほぼないですからね、はい、それでもあそこで高確率で決めれる川端選手は本当にシュートを打つ場所がよく見えてるんでしょうね。川端今日ほぼサイドで4点取ってます。はい、9番のチャウから回してロングシュート、10番の水町、セクリスはナイスセーブです。ここはディフェンスファールです。京都東日本ボール、そして17番の中川出てきましたね。中川選手注目したいですね。はい、ライトバックに入っています中川、17番。中川が一つかわしてシュート決まりました。ナイス、ナイスパスでしたね。今の一つペイントを入れてパスを入りました、はい、6番の川端のゴールです。合成の選手も中川選手にはやられたくないという思いが強かったので、はい、おそらくこうバツッと止めてしまおうって突っかかっていったんですけど、チャオ選手本日初ですか。初めてですね、ついに決まりました。高かったですね、はい、キーパーの関口選手が全然動けてなかったです。はい、そして負けずと中川決めてきました。まるでチャオ選手に対抗するかのような対抗しましたね今ね、はい、ロングシュートで取られたら取り返すっていうような気迫のこもったシュートでした。始まる前に谷村さんがおっしゃってたことを中川選手体現しようとしていますかね、これは。いやー、やってもらいたいものですね。もうどん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 点を取りに行ってほしいと思います。シュート、水町は外からでも躊躇なく打ってきます。ここはフリーで決めてきました、21番の西山です。ナイス判断ですね、はい、横にパスをずらすと思わせてチャオ選手がいなくなったのを見てしっかり前に飛び込んできましたね、はい、さあ後半始まるまで5点差ありましたが3点差まで詰めましたトヨタ東日本。後半の入りは東日本の方が成功しているように見えますね、はい、合成はこのままでは終わらせないと。これは合成ボールです。そして山口から10番の水町、地元出身のクリアのゲームメイク、真ん中が空いているぞ、シュート打つ前にディフェンスがファールしてたと。フリースローですね、はい、合成ボールになります。東日本はあそこ気をつけないといけないですね、はい、古谷選手のフェイントを楽にフェイントさせるようだと大変になってきますよ。中ガラ空きのチャンスを作ってきました。その後倒れ込むように決めていきました古谷、ナイスシュートです。最後までよく粘ってシュート打ちました。あとここはボール奪いました豊田剛生、23番の橋本フェイントを入れてシュート。星野選手ナイスカットですね、はい、素晴らしいカットでした。前半から含めてあそこ3本ぐらいカットされてると思うんですけど、はい、ああいうプレーがあると合成はすごい楽なんですよね、はい、ワンパスでもう点が取れちゃうので勢いに乗れます。速攻を完全に生かしきっています、はい、中川から西山、中川、中川シュート、よく決めましたゴール右隅、ディフェンスが2人ぐらい枝に飛んでたので、はい、ちょっと見ようによっては無理やり打ったっていう感じもしなくもないんですけど、はい、ああいうところをこう打ち抜ける強さっていうのが中川選手の魅力なんでしょうね、
威力はもちろん勇気もありますね、はい、素晴らしいですね。ユマキ、シャオ、シャオシュート打てない。しっかりマークしてます、東日本は。水町、後ろから古谷、水町、そして強い込みながら倒れました。ポストシュートの時に横から押したということでペナルティースローです。7メートルですね。はい、すみません。今のは橋本のシュートのところでシュートとして倒されました。あれは山内選手ですかね。あ、失礼いたしました。山内選手ですね。失礼いたしました。決めたのは21番の小翔です。小翔が今日4点目、キャプテンとしてチームを引っ張ります。中川、玉井、中川を使う。中川フェイント、中に切れ込んでいく。あーっと、これもインターセプト。同じような形でボールを奪われた。同じような形です。デールが決めました。出村選手は今日何回カットしたんですかね。もう3回、4回ぐらい。相当な数カットしますよね。そこだけでカットしてる。素晴らしいですね。本当にあの東日本の選手の特徴もそうですし、あのパスを出す人が、あ、もう余裕ないなと思ったら全部カット狙ってると思うので、観察力が素晴らしいですね。特にこの左サイドかなり狙われてますね。はい、これはオーバーステップです。これは豊田合成ボールになります。シュート水町、ナイスディフェンスです。前半8分が過ぎました。22対16。東日本のペースでうまくいってたんですけど、合成はそれを許しませんでした ね。連続得点で逆に点差を広げてくると。石山から中川、中川これは打てない。逆サイド、まだボールを持っている。石山シュート決まりました。キーパーの頭の上を打ち抜きましたね。もう頭も吹っ飛びそうなシュートでしたね。よくあのハンドボール選手なんか、はい、あそこのシュートのことを面上とかって言ったりするんですけど、はい、あそこを打ち抜くっていうのは結構勇気がいるので、はい、素晴らしいシュートを打ちましたね。ガラ空きです。決まりました。水町、ナイスプレー。水町は後半が初めてのゴールになります。ここに来て中川が必要にマークされ始めました。トヨタ東日本です。まもなく10分というところです。東日本はちょっと点が取りたいところですね。そうですね、前半と変わらないようなあの横パスのカットで、おっと、これは東日本ボールですね、はい、シュート体勢の時におそらく正面からぶつかったということでフリースローです。ぶつかりに行く山口、これから19番堤、堤が狙ってきた。ゴールキーパー止めました。ナイスセーブです。1番の藤井選手か、そしてその後決まりました。ナイスシュート、デムラのシュート、ナイスシュート。よくキャッチしましたね。パスが良くなかったので、はい、止めるかなと思ったんですけど、これはファールになります。トヨタ東日本ボール。トヨタ合成は先ほどの速攻で東日本がちょっと油断してる隙を逃さなかったの素晴らしいですね、
逆に東日本はああいうところを油断していると追いつけない時間帯になってしまうので、と気持ちを引き締め直す意味でもタイムアウトかなと思います。そこをやりきっているトヨタ合成、そしてそれを許してしまっている東日本、そこに差が出てしまっている。そうですね。さあ前半後半10分を超えたところで24対17、残り20分7点差は、まあ、全然あのひっくり返せる点差ではあるんですけど、はい、少しずつこうあの重圧といいますか、はい、時間が減っていく中で点差が縮まらない、この焦りが出てくることがありますので、はい、東日本としては早いうちに少しずつ点差を縮めておきたいところですね。合成はここで2点3点取ってしまえば東日本がもう完全に心が折れるかもしれないっていうところまで来てますので、そうですね、もう一回ディフェンスを締めて連続得点をしたいところだと思います。合成は徳田が入ってきました。中川にありやすない、少しこれも後ろにそれてしまいました。まだ東日本ボールです。東日本は球切り返した、ポストを入れてなかったですね今。そうですね、ナイスプレーです。で西山が決めました。今シーズン東日本があのよく使っている戦術でポストプレーヤーを入れない攻めっていうのがあるんですけど、はい、基本的にハンドボールの選手、ハンドボールのプレーヤーとしてバックプレーヤーが3人、サイドプレーヤーが2人、ポストプレーヤー、ディフェンスの間に入る選手が1人っていうのが基本陣形なんですけど、はい、そこのポストプレーヤーを入れないことでバックプレーヤーを4人にするっていう攻めをちょっとしてますね。オーバー、オーバーです。さあチャンスになる。ここなんとしても決め切りたい。東日本決まりました。よく決めました。決めました。ここは気持ちで押し込んできました佐藤龍生。いいですね、ああいうプレーはチームに勢いをつけるので、このまま乗っていくと東日本はいい感じで追い上げれるかもしれないですね。なんとしてでも追いつきたい。東日本ベンチも握手で盛り立てています。それをさせないか。キーパー止めます。まだ構成ボールですが出てましたね、出てましたね、もう、はい、ライン出ていました、ラインを割ってました。さあここももう一つ決めることができるか、取れるか、タダイのシュートが決まった。ナイスシュートです。これは大きなゴールになりそうだ。先ほどの佐藤選手のプレーで完全に勢いが戻りましたね。戻りましたね。かなり大きな声で盛り立てますトヨタ東日本ベンチ。ここで踏ん張り切れるか合成、それとも追いついて追い抜けるか東日本。得点差は4点まで縮まりました。ハンドボールはあの展開が早いので、はい、得点差って意外とすぐ縮まったりするんですよね、はい、それが面白さでもあります。チャオのシュート止めました。ナイスセーブです。12番のベテラン関口です、ね、石山、中川、玉井この位置。さあ負けじと合成ベンチも盛り立てます。バックプレイヤーがゲームメイクをしていきますトヨタ東日本。玉井選手が誰を使いますかね。そうですね、西山、中川と2人とも左を使います。中川のシュート止めました。これは藤戸選手はすごいアクロバティックに止めましたね。スーパーセーブでした。もう何が何でもボールを弾いてやるっていう感じの手の出し方だったんで、ああいうセービングがあると相手に流れを与えないような形を作れますよね。はい、ゴールキーパーはセービングでチームを盛り上げるしかないので、はい、後ろから声かけとかもありますけど、ああいうファインセーブですとか体投げ打ってでもゴールを入れさせないっていうあの気迫のこもったプレーは味方の
フィールドプレーヤーからしたらものすごく頼もしいですね。そうですね。さあ豊田合成は20番のデムラが入っています。橋本も戻ってきています。チャオ選手が下がりましたね。はい、決まりました。ナイスプレー、古谷のゴール。地元の仲間の前でアシスト。アシスト。古谷選手はすごいですね。自分でシュート打って戻ってきて、はい、ディフェンスもしましたね、はい、地元ということでかなり気合も入っていることでしょう。関口選手は本当に止めますね。そうですね、ノーマークで、あれ今決められてたらちょっと合成にまた勢いが戻っちゃうかなっていうところだったんですけど、はい、ファインセーブです。この時間両ゴールキーパーが流れをコントロールしています。そうですね、もうどちらも譲るまいと、はい、中川倒された。これは合成ボール。ちょっと顔に当たったっていうアピールしてましたけど、そうですね、そうじゃないっていう、ね、顔のあたりを抑えていました中川。中川そのままは狙いません。少しパスが触れた西山。だが逆サイド、得意のサイド攻撃は外れます。その前にこれは2分間退場です。9番のチャオが2分間退場です。シュートではなくて中川選手の1対1に対してですかね、後ろから引きずったということでチャオ選手が退場しました。前半の15分、25対20、豊田合成リードというタイミングで9番のチャウが退場。豊田合成1人少なくなりました。東日本にしてみればチャンスですね、はい、さあここしっかり守りきって得点につなげたい東日本、はい、合成はキーパーを下げて6人で、さあ合成前半はこの攻撃がよく成功してましたので、はい、退場者が多くても点差が縮まらないっていう状態だったんですけど、後半どう変わりますかね。東日本が決めてきます。やっぱり合成が1枚表でしょうか、はい、22番の藤井瀬奈です。今日初めての得点。一時期2人退場していた時間帯もありましたからね、はい、それでも点差を縮めさせないというのはここで2分間退場です、ね、橋本選手が横から押したというジェスチャーでしたね、はい、23番橋本も退場。2人少ない時間帯になりました。橋本選手もチャオ選手も2回ずつ退場しましたので、次退場するとレッドカードになってしまうんですよ ね、 そうですね、戻れなくなってしまいます。3回目の退場となると失格、レッドカードになります、はい、川端決めました。この川端の攻撃が豊田東日本勢いをつけます。そして合成は選手を入れ替えます。入れて5人で攻めますね、はい、キーパーはいません。簡単なミスが許されないので合成の選手がしっかりやることを確認してから攻めないと。5点差ありますので焦ることは、そうですね、焦る必要はないですけど、パッシブの手が上がってます。徳田決めました。うまい。徳田後半初得点。1回フェイントを入れてディフェンスとキーパーを固めてから打ってるんで。そして川端も1点。川端選手は今日確率がいいですね。そうですね、川端今日6点目です。合成は1人戻ってきましたね。戻りましたね。でキーパーを下げて6人で攻めます。2番の山口がポストに入ります。一本守りたい東日本。今日多分退場してる時に守れたケースが少ないような気がするんですよね。ここも抱え込みました。ファールです。豊田合成ボール。床が濡れましたか、ね、濡れましたね。モッパーがここで入ってきます。
こういう状況でしっかり奪って速攻なりエンプティーゴールにつなげられると東日本も、ね、そうですね、試合運びが楽になるんですけど、ちょっと今日は合成がビハインドのところでも点を取ってくるというので、なかなか追いつくチャンスが得られないもどかしさを感じていると思います。さあ合成全員選手が戻ってきました。ラインクロスですね。ラインクロスです。これは合成ボールです。ラインの中に入ってしまいました。いいプレーだったんですけど ね、 そうですね、ちょっとポストの選手がボールもらうときにラインを踏んでしまった感じでしたね。6メートルの半円形のラインにはゴールキーパーしか入ることはできません。さあここはゆっくりと豊田剛生ボールを回していきます。退場者が戻ってきてますね。はい、シュート、藤瀬奈。ゴールキーパーの選手よく止めますね。もう必死の形相です。今のシュートなんてほとんどノーマークだったような風に見えたんですけど、ベテランの関口しっかりと止めてきました。関口の頑張りに応えたいですよね。そうですよね、キーパーがファインセーブしてくれているときにやっぱりフィールドプレイヤーが点を取ってあげないと、ゴールキーパーもやっぱりどんだけ止めても点が入らないとだん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 疲れてきますからね。そうですね、1点欲しいところです。さあ西山倒されたがファールありません。合成ボール何もない。出村、徳田のシュート、中に切り込んで1回もう中で止まったような感じでした ね、 そうですね、タイミングをきれいにずらしました。後半も20分を過ぎました。28対23、豊田合成5点のリードです。なかなかこの5点差から差が縮まりませんね。縮まらないですね。先ほどの佐藤選手の気迫のプレーでもう一度勢いがつけばいいんですけど、14番の佐藤は今ディフェンスに入っています、はい、残り10分ですね。ここからのゲーム運びは どちらのチームにとってもすごい重要になります。これは合成ボールです。中央を警戒する、左クロス倒された。これはそう23番の橋本が倒されました。ボールを取り替えます。ハンドボールならではのぶつかり合いですよね。そうですね、正面からの接触は許されています。ハンドボール、8番の阿部が入ってきました。豊田東日本、藤井聖奈、ここから、ね、強引に狙ってきました。藤沢選手も速いですね。はい、はい、カットイン、切り込みが上手です。それから徳田、少しボールを落としてしまった。合成ボール、東日本がよく守ってます。ここは倒されました。ちょっと危険なプレーだ。モッパーが汗を拭き取ります。暑いので、はい、選手は汗だくですからね。ちょっと倒れるとすぐ床に汗がついて滑っちゃうんですよね、はい、非常にプレーする上でも危険ですからね、はい、左サイドを使ってシュートはこれは決まりません。ゴールキーパーの関口、構えから応えたい。シュート決まった。19番の堤です。堤選手気迫で持ち込みましたね。堤今日2点目、4点差になりました。4点差です。
まだ分かりませんね。はい、残りまだ7分半あります。はい、キックボールです。ボールです。蹴ってしまいました。ホストプレイヤーがボールを蹴ってしまいましたね。さあチャンスになる。再び佐藤だ。あっとポスト惜しかったですね。惜しかったですね。ここも気持ちで惜しくもかと気持ちがこもりすぎて微妙にバーに当たりましたね。ちょっと力みすぎちゃいましたね。力みすぎましたね。ちょっと、はい、これは合成がタイムアウトを取ります。少しオフェンスがうまくいってないので、はい、確認することを確認するんでしょうね。徳田の2点目を最後にゴールが生まれていません。東日本がよく守ってます。そうですね、はいはい、その後川端それから堤がゴールを決めています。点差も4点。ここからの戦い方は本当に重要になってきますね、はい、ちょっとしたミスが取り返しがつかないことになったりするので、はい、防戦は少しポストを使おうとしすぎているかなっていうふうに見受けられますね。橋本選手が空いてるのは空いてるんですけど、はい、東日本ももう橋本で来るだろうっていうのが分かってるみたいに、橋本選手が空いたパスが出たと思った瞬間にギュッと密集してきているので、はい、橋本選手を使おうとしすぎるとちょっとミス、あの先ほどのキックみたいな感じですね、はい、ミスにつながって相手にリズムを譲ってしまうかもしれないですね。どういう風に立て直してくるか。水町とチャオが戻ってきました。戻ってきましたね。ここで最後に畳みかけたいというところでしょうか。そうですね、はい、あとディスタンスロングシュートが打てる選手を中に入れているので、はい、こうディフェンスの近くでミスを発生させないという狙いもあると思います。そうした意味では水町チャオを遠くからでも躊躇なく打ってますからね、はい、その水町が倒されます。東日本のディフェンスがいいですね。しっかり足動いて、はい、6人全員がボールを追っかけるように思ってますんで、孤立する人がいないっていうのはディフェンスのいい兆候です。全員でしっかり守っています、トヨタ東日本。そして会場非常に蒸し暑くなっております。もうワンプレーごとにモッパーの方が整備に来ています。ちょっと走りだ。これですね、これですね。少しパスのコースを誤ったか。その佐藤、そこから川端決めました。来ましたね。3点差です。今のところですね、ポストの意識があるとああいう風にミスにつながってしまうといいますか、この合成のミスを誘った東日本のプレー本当に大きいですね。今のはそうですね、今のは大きいです。このままずるずるいくと合成はちょっとしんどい展開をしないといけないですね。しかしその流れを関係なくシャオが決めてきます。監督の狙い通りだと思います、はい、あれもうタイムアウト後から出てきましたシャオです。そしてその役割を全うしてきました。しましたね。細かいことせずに叩き込めと。もうお前が決めるはもうみんな黙ると。大丈夫だから。いや素晴らしいですね。ロングシュー、僕もロングシューターだったんであるんですけど、はい、この追い上げられてる、追いつこうとしてるとか、はい、あと時間点差とかもいろいろあるんですけど、はい、やっぱり打つことに躊躇してしまう時間帯ってどうしてもあるんですよね、はい、あそこでその躊躇なく打てるっていうのはやはり雨から佐藤選手としてすごいですね、はい、羨ましいところです。さあ東日本は食らいつきたいところ。今4点差です。残り5分といったところ。東日本ボールです。
その選手も気合い入ってますね。もうディフェンスが非常に高さがあります。頭一つ抜けています。手が上がったのでパッシブの予告が出ました。シュート止めました。ゴールキーパー藤戸ガッツポーズ。そして徳田のカウンター。藤戸選手はファインセーブですね。本当に素晴らしいセーブでしたね。もう片手で1回両手で1回ガッツポーズが出ました。ナイスです。さあここは時間をかけて構成が、そうですね、構成はもう4分5点差ですので、はい、焦って点を取る必要はないのでしっかり時間を使って1点取れば、まあ、安全圏に逃げることができる。はい、そしてここでボール取り替えます。そうですね、藤戸選手はあの背がそこまで高くないので、はい、キーパーの中では体格が小さいといったら失礼ですけど小柄な方なので175センチです、はい、もう身体能力と読みとそのセンスというかそこで戦ってきている選手なので。シャオのシュート、これはキーパー動けません。31対25、ちょっとトヨタ東日本苦しくなってきた。苦しいですね。佐藤のシュートを止めます。そしてこれは東日本ボールです。東日本ボールですね。ファールがありました。この苦しい時間帯にあんなに簡単に点取ってくれるとすごい助かるんですよ ね、 味方としては。なかなか関係ありません。そんなゴールが今の玉井のゴールもそうですよね。そうですね、技ありでしたね。バウンドさせて下を打つと思わせて手前でバウンドさせてボール自体はゴールの上に入るっていう、非常に技術力のあるシュートです。見せてきます玉井です。彼特有の負けん気からでしょうね。徳田、徳田左にずれてシュート。大好き、この速攻はものにしたい、はい、さあその速攻を一度ものにしている佐藤。そして川端、合成はよく戻りました、はい、ここでオーバーステップですか。オーバーステップですね、はい、パスしようとしたところに人がいなかったので、はい、ちょっと出すのを躊躇したらその間に歩いてしまいましたね。さあ残り時間は2分を切りました。31対26、構成はしっかり時間を使いたいです。14番の田中が入っています、はい、後からチャオ、チャオこぼれた、これは東日本ボールになります。関口から阿部、阿部が中央突っ込んでいく、倒された、ちょっと危険なプレーになったか、ちょっと背中から落ちました。落ちましたね。ちょっと腕を引っ掛けたままずっと持ってたので危険なプレーと判断されれば、あ、2分間退場ですね。退場になりますね。22番の藤井瀬名が退場になります。ちょっと今のは危険なプレーでした。危なかったですね、はい、阿部選手大丈夫でしょうね。阿部は先ほど腕を押さえていました。ベンチに下がっています。どうしても体と体のぶつかり合いの競技ですので怪我はつきものなんですけど、ナイスパス、シュートは止めました。ナイスキープ、藤戸亮介もうほぼ目の前で止めました。ないですね、はい、逆に目の前に止めることによってシュートコースがなくなったんじゃないかってぐらいの、はい、シューターの前に詰めるのが上手なんですよね、はい、打つ場所があると思ってたより近くにキーパーがいるのでシュートコースが消えちゃうんですよね。完全に素晴らしい判断力を見せました藤戸。そしてこのシュートはディフェンスを防ぎます。このシュートはエンピーゴール、
そしてここで試合終了。最後は6番川端のエンプティーゴールでした。しかし試合はここで終了。31対27、豊田合成が豊田東日本に勝利いたしました。解説は谷村亮太さんです。ありがとうございました。さあまず両チームの戦い振り返っていかがですか。いや、やっぱ合成は強かったですね。崩れなかったですね、はい、そうですね、はい、前半から通して後半の立ち上がりちょっと東日本に押されるかなっていう時間帯もありましたけど、上手に立ち直して持ち直してやることが徹底できてましたね。致命的なミスが本当に少なかったですよね。そうですね、はい、その分東日本はもったいない試合だなっていう感じがします。それから両ゴールキーパーですよね。素晴らしかったですね、本当にノーマークをセーブすることもそうですし、はい、ここで1点取られたら流れが相手に渡るっていうところのシャットアウトは、はい、関口選手も藤戸選手も素晴らしかったですね、はい、素晴らしいセーブでした。両チームのゴールキーパーが流れを作ったと言っても過言ではありません、はい、さあコート上では両チームの選手が引き上げると同時に次の試合の選手たちも入ってきました。第45回日本ハンドボールリーグ男子、トヨタ合成対トヨタ自動車東日本の一戦は31対27でトヨタ合成が勝利いたしました。この放送は甲州市円山体育館からお送りしております。この番組は ANA、 ヤマト運輸、インパル、駿河台学園、セレスポ、モルテン、ユニマットライフの提供でお送りいたしました。するわ。ほらやっぱり来ると思ったのよ宅急便。そんなあなたに黒猫メンバーズ、お受け取り場所をお近くの駆動にすれば家で待つ必要はありません。便利かも。あなたでよかったと言われるように、選手に笑顔になってほしい。ハンドボールを豊かに。大正7年、1918年、東京高等受験講習会として第一歩を踏み出し、駿台は愛情教育を理念に数多くの受験生の夢の実現を支えてきました。そしてこれからも時代の流れとともに歩みを進めながら教育の新しい可能性を追求していきます。
感するわ。ほらやっぱり来ると思ったのよ宅急便。そんなあなたに黒猫メンバーズ、お受け取り場所をお近くの駆動にすれば家で待つ必要はありません。便利かも。あなたでよかったと言われるように、選手に笑顔になってほしい。ハンドボールを豊かに。大正7年1918年、東京高等受験講習会として第一歩を踏み出し、駿台は愛情教育を理念に数多くの受験生の夢の実現を支えてきました。そしてこれからも時代の流れとともに歩みを進めながら、教育の新しい可能性を追求していきます。